あの私たちがあの使う弓用の竹っていうのは、3年生の竹といいまして、硬くて丈夫な竹を伐採します。自然の竹ですので、それぞれ癖とか個性がありますし、削り方によっても癖が出ます。その癖を見抜いて的確に調整しないといけません。つるをかけることによって初めて弓という命を吹き込むということになります。